支えてもらう側なので、自分はやっぱいつか恩返しできたらなって思ってます。長澤敦樹18歳、中学で全国3位、高校では日本一と中高一貫の静岡学園で輝かしい実績を残し、多彩な技が魅力の県柔道界期待の星です。その多彩な技がこちらです。よいしょ、内股背落とし、お前投げ、背投げ。持ち技が多いため、どんな状況からでも臨機応変に技を出すことができます。そして彼の最大の強みが、柔軟性あるとはやっぱ結構どんな体勢からでもひねったりとかしてポイント取られなかったりとかっていうのはあります。柔道家は筋力をつけるため鎧をまとったような体の硬さが一般的ですが、彼はもともと体操選手のように体が柔らかかったことで、相手が技を仕掛けても逃げやすく、逆にその技を返してポイントも奪えます。柔らかいことで相手の技を吸収して返すことができる。自分だけの力じゃなくて相手の力を利用するといった部分においては長けている選手だと思います。柔道と出会ったのは6歳の時。小学校時代、県大会の出場もなかった少年は、持ち前の柔軟性により才能が開花しました。それに加えて日頃から動画を見て技の研究を欠かしません。こっちでずらしてさ、後ろ行ったとこさ、竹ミスしてさ、ついてくるのこっちで。なんか分かる見てみると。これらすべての動画を撮影してきたのが母ふさみさん。試合となれば仕事も休み、全国どこにでも駆けつけました。あつき落ち着いて自分のペース、バタつくな。やったー、あつき、あつきやった。幼い頃から女手一つで支えてきたふさみさん。毎日仕事前の早朝にお弁当を作り、休日も練習の送り迎え、そして試合の動画撮影も。立派に成長した息子は4月から強豪早稲田大学に進学します。ただ成長を嬉しく感じると同時に、一抹の寂しさも秘めていました。いろんなところに応援しに行っていたからこそ、ポンとこういなくなると寂しさきませんか。来ます。いずれそう出てくるのがいつなのかっていうそのタイミングだけで、そう、まあ本人が頑張ってやるためにこれ離れていくんだと思って、寂しくないって言ったら嘘になっちゃうので。そして今月5日、彼は照れくさそうにしながらも初めて母に感謝の言葉を送りました。この日、母の涙は止まりませんでした。母の支えがあるから息子はのびのびと柔道に励むことができ、母にとっても息子の柔道が生きがいとなっていました。中高の6年間とやっぱ大学の4年間で10年間、やっぱ進んでもらったのはあるので、やっぱ自分はその恩返しをできるように頑張りたいと思ってます。故郷を離れても
親子の固い絆が途切れることはありません。新天地で一回り大きく成長して、また静岡に戻ってくる日を誓います。